はいどうも、北野社長のフレスト、ハルくんです。今日は久しぶりの外企画なんですけど、はい、野球やっていこうかなと。もうね、甲子園最近見てるんですけど、もう面白いなんのって。で、次大阪桐蔭と三重なんだけど、それを差し置いてこの撮影に来たんですよ。もう野球したすぎてね。そう、前回はイチローのユンケルの CM でゴミ箱に入れるやつがあるんですよ。で、それをやったんですけど、今回はイチローのスーパーキャッチを挑戦しようじゃないかと。多分ね、あの野球好きな人は分かると思うんだけど、そうだね、起きたフライをイチローがこう対面でバッシキャッチする。で、これがイチローのスーパーキャッチがあるんですよ。こうやって背面でキャッチする。普通はこうキャッチするところは、イチローはこうキャッチすると。あれね、野球部時代結構あれやってたよ、みんな。やったあれやるけど、みんな頭に当たるんで、ドカンって。そうそう、か背中にゴンゴンって当たるんだよな。というわけで、今回はそれに挑戦していきたいと思います。おう、いまーす。うわー、楽しい。レーザービーム。それじゃあ早速、僕が投げてフェルトが取ります。最初はね、低く短い距離で。うわっ、うわっ、あっうわっ、うわっ、あっすげえ、間抜けづらかったぞ。おお、いや、取るぐらい多分余裕だ。今ぐらいの高さならいけるわ。いいよいいよ。結構高いやこれ。え？結構高いやこれ。おい、うますぎだろ。うまい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 。まあ、ある程度、近い距離と低い球ならトレーになってきたんで、次はもう高く遠く行きたいと思います。もうかっこよく決まるまでは絶対もう帰らないんで僕。じゃあやっていきましょう。頑張ろう。うわ、高っ。まあこんなもんだね。じゃあこれぐらいの距離で行きます。行きます。何が悪いんだろう。いや、下に入ったぞ今。ビビらず行くわ、余裕で。多分行き過ぎてんな。多分背中に当てたくない、あまり。ちょっとビビってんだよね、本当に。オッケー、ビビらず行きます。行きます。はい、オッケー。行きます。はい、オッケー。行きます。はい、オッケー。取った。よし、取った。よし、よっしゃー、すげー。よっしゃ、今めっちゃかっこよかったぞ。取れたけど、もうあれ、じゃあもっと高くしよう。もっと高くしよう。行きます。怖い怖い怖い。行きます。うおっ、惜しい惜しい。行きます。行きます。うわー、惜しい。よっしゃー、行くぜ。行きます。オッケー。わー、うわー、うわー、取った！今のうちがっけ！走りながら決めた！
今一郎ちょっと宿ってたわ。これは一郎キャッチ成功したと言ってもいいわ。ありがとう。だから、ね、投げるけど観客誰もいないから。はい、というわけでやりたかった一郎キャッチは無事できたので、次はこっち最後これ取って終わろうかなと。これもやってるね。そう、テニスとかでこうヒュンとかあるんだけど、これもできたらマジでもすごいよ。いいよ。はい、行きます。これぞデッドボール。いやー、いきそうでした。